甲子園まで出した俺が、はい、ポールと見立ててパッとあそこに行くから、はい、投げます。何なんですか。甲子園まで出した俺が、はい、ポールと見立ててパッとあそこに行くから、はい、投げます。うわ、早いのかな。泣きそうよ、いいの。わかる。うわ。自分だよ。俺なんかそこは大丈夫だったよ。今それよりこう振った時に手離してぶつかったらどうしたと思ったよ。いや、いいじゃん。今のストライク。投げてこれの。手でやんねや。手で。はい、映ってます。え、結構思いっきり投げてもいい。ゆっくりの方がいい。いや、あの、ちょっと鳴らしですけど、どういう感じの打つか。軽い球。この感じ。え、今のコントロールいい。すげえ、今あんたでも行かなかったもんね、俺。じゃあ行くよ、本番。あれ。全然ミスもしない。意外とみんなホットアクションだよ。いや、別に車に当てられても何も言えるからだよ。あ、今日のことがあったらってこと。そう日頃のことでしょ。あ、日頃のことでね、もう。え、普通に勝負したかったっすわ、俺。なんだ。およー、怖いじゃないの。普通に早かったっすわ。今のストライク。すげえ早かったっすわ。やばいやばい。今のストライクでしょ。ストライクっすよ。そうだね。こういったっすわ。ボールに近いかもしれない。オッケー。当たりに行ったでしょ今。当たりに行ったでしょ。オッケー。そういうことっすね。分かったっす、分かったっす。今ね、ツーストライクぐらい今。いや、デッドボールっすけどね。ボールっすけどね、ちゃんと。結構俺、うまいね。うまいっすね。いいのが当たってるよ。結構うまいね。おーい、来た来た。うまいね。今入ったよね。入ったよね。今入ったよね。入ってる。ワンストライク。もう今の。ええー、もう出す。
くやるな。だけど上手くないですか、社長の方まっすぐ飛んでったんですよ、これ。いやでも意外と本当にいいんだよ。これちょっとさ、臨場感溢れるの、あそこに座ってこう投げてもらった。あ、いいね。キャッチャーの気持ちで。あ、うん、ちょっと俺マジでガードできないんで。コントロールいい。やばいです。何や、顔に当たったら意味わかんない。そう、ガードできないんで。ガイに当てないけど。いいよ。ジャパンカーレスキュー。いや、ちょっと、これはまずいですよ。いや、ちょっとね、3ラウンドはまずいですよ。ちょ、2人ずるぐらいですよ。ママ2人ずるぐらいですよ。そうっすね。これ俺ガイになんかしたか、お前。お前社長ラーメンよ、少しさっきちゃんとか思ってくれないラーメンだったよね。いや、私は知ってるよ。全然わかんなかった。いいんだ、顔結構面白いな。どこにも当たんないぞ。笑いすぎてた。